はい、どうも、こんにちは、ミスター K です。このチャンネルではテクニカルとファンダメンタル分析をメインに仮想通貨の分析を行っております。本日は注目銘柄の日だということで、このようなスケジュールで動画回していきたいと思います。また毎週こんな感じのスケジュールで動画回していますので、仮想通貨について最新情報を知りたいという方はですね、ぜひスクリーンショットなどをしてね、こちらのスケジュール把握よろしくお願いいたします。ということで早速入っていきたいと思います。テンセットの最新情報から入っていきたいと思います。前々からテンセットのリブランディングの情報が出ていましたが、なんとですね、ついに決定いたしました。6月7日に新スマートコントラクトがリリースされます。そして6月7日にね、スナップショットが行われます。まあ、結構ね、こちらね、ややこしいっていうか、まあ、全て英語で、まあ、仮想通貨あまりね詳しくないという方はですね、まあ、難しいのですが、まあ、こちらの方が分かりやすくねまとめてくださってるんでね、こちらね読ませていただきたいと思います。とりあえずね、こちらテンセットの新スマートコントラクト移行スケジュールということで、まあ、スマートコントラクトって何って思うかもしれないんですけど、まあ、今現在ね、テンセットはイーサリアムネットワーク上にメインであるんですけど、まあ、それをね全部 BSC 上に移すっていうね過程でございます。まあ、その理由としてはですね、まあ、イーサリアムネットワーク手数料が高すぎるんで、すべてバイナンススマートチェーン上にトークをね移すっていうね作業がね6月7日に行われます。そして日本時間のね午後7時に移行開始ということで、まあ、取引の移動の停止、 DEX の流動性がね撤去されます。そしてその6月7日の7時から、まあ、約5時間、6月8日の0時にスナップショットとエアドロが行われます。で、6月8日の0時取引&移動可能、パンケーキサップに大きな流動性が提供されるみたいです。この時間帯の間の、セックスでの取引は継続、入出金は停止、しかしテンセットは、何もしないことを推奨。万が一ねバグがね起こるかもしれない、スナッシュ取られない可能性ありますので、こちらのね間の時間は何もしないことをね強く推奨いたします。そしてホールダーたちは何かしないといけないのですかと、まあ、質問あるかもしれないのですが、まあ、こちらにもある通りですね、新しいテンセットトークンを受け取るために現在のホールダーがすべきことは何もありません。新しいテンセットトークンは現在保有している全ての人に自動的に宿らされて、 ERC20 または BEP20 のテンセットを保有していたかどうかに関わらず、新しいね BEP20 のテンセットトークンを受け取ることができます。現在同じウォレットで両方のチェーンでテンセットを保有している場合は、新しいスマートコントラクトでこれらのトークンの合計を受け取ることになります。そしてテンセットの TGLP やインフィニティのロックにも影響しません。あなたのロックは有効なままで、もしね完了後にロックを延長しないと決めた場合、新しいテンセットがね自動的にね反映される、引き出されることとなります。のでね、本当に何もしなくていいっていう状況でございます。もしねセックス、まあ、取引所から、ね、引き出す場合もね、新しいトークンが引き落とされる仕組みとなってます。そして、まあ、各セックスにもね新トークンが配布される。そしてさっきも話したんですけど、 TGLP インフィニティでロックしているトークンは ERC バイナンススマートチェーン上に関わらず、ロック解除で引き出すときに新トークンがウォレットに入る。ウォレットに新トークンのコントラクトアドレス追って告知を追加するだけでいいということでございます。ということでですね、まあ、6月7日にもうすぐですね、新しいテンセットのトークンがリリースされて、パンケーキサップ上に大きな流動性がね、まあ、追加されるということとなります。これによって何が期待されるかと言いますと、まあ、大きな金額を取引することができるようになるので、まあ、よりね大型投資家が参入しやすくなるということが考えられます。そして手数料も安くなったので、一般のね投資家たちも投資しやすくなります。今まではイーサリアムネットワーク上で高い時はね手数料5000円から1万円、なんなら2万円の時もありましたので、まあ、より多くの投資家がねテンセットに投資することが期待できるかなって思います。こちらも見ていきたいんですけど、続いてですね、6月9日にテンセットの NFT マーケットプレイスがオープンされるということとなりました。そしてテンセットとコラボレーションのプロジェクトがこちらに連載されて、テンセットのトークンのみで購入することができます。そして集められたテンセットトークンは全てバーンされます。そしてね、こちらが NFT マーケットプレイスのサンプル画像となります。まあ、こんな感じのデザインとなっておりまして、まあ軽くねこんな感じで見れるんですけど、オークションもこんな感じで、まあ、画像はサンプルなんですけど、まあ、ここからね購入できるみたいな感じでございます。ジェネシス NFT もあるんで、ワンチャンジェネシス NFT 売られるかもしれません。 FMMA のコラボ NFT コレクションもこちらにね連載されると、こちら書いております。そして先ほど話した通り、全ての決済通貨はテンセットとなってます。でここにね質問であるかもしれないんですけど、じゃあもしね自分が出品した時はそのテンセットねバーンされるのって話されるかもしれないんですけど、そちらはねバーンされません。
公式が出品した商品のみ全てバーンされるというね仕組みとなっているので、もし個人が出品したとしてもテンセントはバーンされずにそのままね受け取れるということとなります。ということでですね、テンセントのねテクニカル分析に入っていきたいと思います。テンセントですね、 3.4 ドルまで駆け上がったのですが、こちら一旦ねここまで下がってきたと。ビットコインが下がるとともにね、それにつられて 2.58 ドル付近まで下がってしまいました。まあ、そのままね、ここのね、レジスタンス、前回のレジスタンスをサポート、変換する形で、一旦ね、こちらのね、高値付近まで挑戦しましたけど、一旦ね、拒否されてね、こちらのサポートを今ね、挑戦してる形でございます。のでね、絶対に見ていきたいものとしては、こちらをホールドすることです。これもしホールドしなかったらね、こちら、2.57 ドルの付近がね、また見られてくる状況になります。もしこれをホールドしないのであればね、まあ、次ね、かなり重要なところになってくるのはね、2.36 ドルとか、その前にですね、一旦こちらにサポートあります。2.4 ドルとかね、見られてくるかなと思ってます。2.4 ドルとかね、この付近はですね、かなりね、重要なサポートゾーンがあります。この特に 2.36 ドル、2.4 ドル付近。のでね、ここにね、来たらね、買っていくっていうね、スタイルでね、個人的にはいいかなって思います。とりあえず、テンセントね、こちらの 3.4 ドルを抜けてくれるのであればね、かなり重要なね、レジスタンスっていうことがわかります。ここね、何回も意識されてますので、ここを抜けてくれるのであればね、おそらくこの高値もね、抜けてくれると思います。4.8 ドル抜けてね、おそらくね、市場最高値ね、6.8 ドル付近で、ユニスアップでしかないんですけど、こちらね、フィボナチリトレースメントでだいたいこんな感じで引くとね、6.5 ドルですね、重要な場所が 6.5 ドル、9.2 ドルとかね、今年中ね、ビットコイン次第ですけど、10ドルね、個人的にはあり得るかなって思ってます。のでね、注目すべきエリアとしては 6.5 ドル。その前の重要なエリアとしてはですね、こんな感じで、ね、いきますと、4.8 ドル。5.6 ドルとか 6.1 ドルが見られてくる状況となるかなって思います。ついでね、ビットコイン見ていきたいと思います。ビットコインですね、大きくねこちらのレジスタンスを抜けてね駆け上がっていったのですが、3層を作りまして、こちらねヘッド&ショルダーを作ってしまい、ねこのレッグラインをブレイクしてしまって、そのままこのね抜けたレジスタンスをねサポートとしてホールドすることができず、こちらのねサポートゾーン 29,300 ドルまで下がってきて、そしてなんとねこの 36,000 ドルまで上がってきたのですが、これブレイクしてなかったですね。これちょっとね大きいですね。これブレイクしてたらね、まだ上に駆け上がるねチャンスが大きかったんですが、これをね、レジスタンスとしてホールドしてしまったので、個人的にはね下にね下がっていく可能性の方が高いのではないのかと考えています。一旦 29,300 ドルをホールドしてくれているのですが、これを割ったらね 28,500 ドル、そして、このサポートゾーンね、1,2,3,4,5,6,7、このヒゲ入れたらね、10回目ぐらいとかなるんで、テクニカル分析においてはですね、壁を叩けば叩くほど脆くなるというね、法則がありますので、こちらね、もう一度に挑戦するのであれば、下にブレイクする確率の方がね、高くなると思います。そうするとね、27,600 ドル、こちらね、27,000 ドル、そして25,000 ドル、赤い箱で大きく示しているのですが、こちら24,000ドル、2万ドル付近にね、もうすでに私差し値入れております。この2万ドルも全然割る可能性も出てくると思うんで、1万5000ドルとかねありえないと思うかもしれないんですけど、ありえないからこそありえるんですよね。そのありえないものが起こった時に仮想通貨ってね大抵そこなので、コロナクラッシュもありえないと皆さん思っててあったんで、この時ねもう市場もう終わりだと思ってました。私自身もねこれ終わったなと思ったんですけど、これがね人生の最後の買い時だということになりました。ということでね、ビットコインね個人的には将来奥のレベルに達すると考えているので、1万4000ドルとかね、こことか全然ありえると思うんで、個人的にはこちらの差し値ね今仕込んでおります。細かいことはね有料グループでね話してます。戦略も話してますのでね、投資について今現在ねものすごくね難しい相場です。アルトコイン暴落しますけど、この相場でね生き残る方法、今現在ねとてもね有料グループうまく立ち回っております。興味ある方は説明欄の一番上に有料グループの入り方動画ありますので、紹介動画見ていってください。とりあえずねビットコインがねこの3万600ドルをね抜けてくれないとね何も始まりません。そして今ここにもレジスタンスありますので、3万1300ドルあたり、ここも抜けないといけないんで、レジスタンスねたくさんある状況ですね。ビットコイン実はですね、もしこれが陰線であればね10週連続で陰線を作ることとなります。でね、こちらねこのまま週足が確定するのであれば、テクニカル的に見てですね、これねものすごくね弱気のねローソク足なんですよ。のでね、下にね、ブレイクする確率をね、高めるかなと思っております。とりあえずね、注目すべきエリアは、短期で見ますと 29,300 から400ドルあたり、フォローホールドしなかったらね、28,500。
もう一度ここ来るんだったらね、下にブレイクすると個人的には考えています。その後ねアルトコイン話していくんですけど、アルトコインがねいかになんでリスキーなのか、改めてね話していきたいと思います。とりあえずイーサリアム見ていきたいんですけど、イーサリアムですね、大きな暴落をねそのまま続けています。現在ね超重要ねサポートゾーン当たってますけど、こちらねビットコインにねそのまま連携して上がっていったわけなんですけど、こちらのレジスタンス抜けてるのが大きかったんですけど、これねサポートとしてホールドしてなかった時点でちょっと論外なんですよね。でもう一度ねここをねもうホールドしないのであれば、細かく見ていったらねもうここもう機嫌ですね。この1733ドルを割るのであれば、もう個人的には1500ドル台とかねもうありえると思ってます。なら1500ドル台見てます。有料グループでは話してるんですけど、もう個人的にイーサリアム全てビットコインに変換いたしました。で、イーサリアムね一旦ねこれ1600ドルとかね1400ドルね見えてくるかなって思ってます。このね奇跡が起きて2170ドルねこれうぬは抜けたらね、2600ドルとかね一旦ありえるかもしれないんですけど、これイーサリアム BTC ですね。今現在ね、ビットコインのドミナンスが上がってて、ビットコインに資金がどんどん流れてて、アルトコインがね、全場面でね、クラッシュしていると思います。例えばですね、ソロナとか見ていったらわかると思うんですけど、ソロナだけじゃなくて、GMT とかステップとか全てそうなんですけど、見てください、ソロナ。ひどくないですか、これ。254ドルが今現在37ドルですよ。GMT もね、こんな感じで4ドルだったものが1ドル。で、GST もね、とんでもないことになってると思うんで、もう 0.83 ドルとかね、ここ見ていったらわかるんですけど、アルトコインの方がビットコインより、ね、大きく暴落します。ビットコインが 2.5 ドルしか下がってないのに関わらず、アルトコイン 7.3 ドル、イーサリアム 2.57、 イーサリアムはそんな変わらないですけど、 GMT 2.67、OP はこれは違うですね。 AD4% とか感じで、全てが全てじゃないんですけども、大体全てもう全部赤です。大体全てがビットコインよりも下がっているっていうことがわかります。有料グループでですね、こちらをね、メインでね、話してたんですよね。でその時に、0.74 でね、イーサリアムね、ほぼ全てをビットコインに変換しました。ので、もちろんね、ドルに変えてた方が良かったかもしれないんですけど、ドルに変えてて、そのままね、反発する可能性もあったんで、当時。イーサリアムと比べてビットコインホールドするだけで、イーサリアムね、20% 以上ね、得しているっていう計算になるんですよね。ので、ビットコインをホールドするのがいかに、ね、賢明な選択なのかっていうことがわかると思います。でも BTC だけで見てったらわかるんですけど、ソラナ BTC もね、例えば、ソラナを BTC で変換してただけで見てください。 70% 以上ね得しているということになります。これだけじゃなくて、BTC だけで、ね、見ることによってわかるんですけど、簡単に言いますと、ビットコインをホールドしていたら、アルトコインの下げからね自分を守ることができます。そしてビットコインホールドすることによって、仮想通貨にねずっとねエクスポージャーがね言うたらね仮想通貨にずっと触れていることができますので、機会損失しなくても良いっていうこととなります。それを考えてですね、今現在アルトコインは本当に危険な時期なんで、個人的にはイーサリアムもほぼ全て、なんだ今はもう全てですね、USD にも書いてたんですけども、個人的にイーサリアムもうすでにホールドしていません。イーサリアムは全てビットコインに変えました。個人的にねイーサリアムもう冬になったら 0.035 とかになってね、ビットコインをホールドするだけでイーサリアムを2倍にするのがね自分の目標なんですけど、全然ありえると思ってますので、イーサリアムねこんな感じのね形を作ってまして、完全にここブレイクしてしまいました。とりあえずねイーサリアム一旦ねこの1938ドル、これ抜けてくれないと話になりませんので、個人的にはね今ねイーサリアムを買うかと聞かれますと買いません。あとねもう冷やしレベルで見たら分かりますけど、大きなね単損ヘッド&ショルダー作ってますので、これブレイクしたらね1300ドルとかねもうありえてくるんで、皆さんね本当にね気をつけてください。この相場は本当に危険な相場となってます。続いてね GMT 見ていきたいと思います。 GMT ですね結構底堅い動きしています。現在ねステップンが暴落してるというか、フロアプライスですね、 NFT の靴のねフロアプライスがね暴落してまして、そこまでね私個人詳しく知らないんですけど、ステップンのこと超簡単に説明しますと、仕組みを言ったらね、新規参入者が入ってこないと、ステップンはねなんか儲けれない仕組みみたいな感じで、新規参入者がね今入りづらくなってる、入ってきていないっていう状況です。入ってる、入りすぎたっていうのもありますし、現在ね仮想通貨の相場こんな感じなんで、よりね新規参入者に注目されていないっていうね原因がありまして、GST、GMT がね共に下がっておりね、現在ねステップも初めてもね原資を回収しにくい、なんならできないというね情報も出ています。ということで、ね、テクニカル的にまず見ていきますと、こちらのレジスタンスね拒否してしまいました。そのまま下がっていきまして、またこのレジスタンス拒否してしまいましたと。
とりあえずね、ここ抜けてくれないで 1.66 ドル抜けてきますと、まあ、次ね、こちら 1.16 ドルが挑戦してきます。ですがね、この次のレジスタンスね、これ抜けたとしてもね、1.28 ドルがね、とんでもなく重要なんで、もう個人的にはね、下にブレイクする確率の方が高くなってます。もう個人的にはですね、もう今のビットコインの相場を考えますと 0.57、なんなら 0.04 までのね、もう全然ここから 90% 下がった価格見る可能性あると思いますので、まあ、もしね、今 GMT 買っているっていう方はですね、まあ、アルトコイン全部そうなんですけど、一旦頭を冷やした方がいいと思います。多分ね、数ヶ月後見たらね、GMT こんな場所にいると思うんで、個人的には。もちろんわかんないですよ。ただ、今のマクロ的な経済要因を考えて、ビットコインの相場の地合いも考えますと、個人的には下に下がっている確率の方が高いと思います。間違いなく買い時の相場ではなく、利確が進んでいく相場なのでね、皆さんね、気をつけていってください。ですがね、まあ、ステップンコミュニティに、まあ、いいニュースがあるんですけど、こちら。ステップンコミュニティ対応で専門の PR マーケティングチームを発足ということでですね、ステップンチーム再編成、早期のメッセージ発信でユーザーの心理の改善を図るとともに、ここ最近問題で発生してたコミュニケーション上の課題に手を打った格好だということですね。大手取引所ね、バイナンス IGO イニシャルゲームオファリングでセールを行ったアシックスクラブを得て、ソラナに次ぐ第2のチェーンである BNB 上で、GST 高騰やミントがですね、需要急増で過熱感が高まっていたタイミングだったこともあり、大規模なパニックリと NFT ゲーム特有のデススパイラルを起こしたということで、今現在暴落が起こっています。まあ、中国にもね、最近ね、規制もされました。そして、体制の立て直しを図るということで、まあ、CRO は中国語と英語のバイリンガルで26本の連続ツイートを投稿ということで、まあ、ステップのコミュニティやユーザーを失望させたことに対してチーム関係者の精神面での強い負担と極度の睡眠不足に陥っていたが、決して言い訳にならず本当に申し訳ない、ユーザーのフィードバックは受け入れていると、まあ、こちらねステップの CEO は、まあ、BAYC みたいなね立ち位置になりたい、まあ、ステップンというプロジェクトは BAYC みたいな立ち位置になりたいと、ね、話していたんですけど、まあ、運営はガチなんですけど、果たして、ね、こちらのプロジェクトは、ね、果たして生き続けられるのか、まあ、個人的には、ね、超直感なのですが、このままね、おそらくね、暴落していくと思います。メカニズム的にもですね、新規参入者が入ってこないと、まあ、ステップンがね、儲けれない、仕組みにありますので、まあ、相場が相場なんで、ね、個人的には、難しいと思います。ここから価格が上がるのは。はい。続いてね、エバードーム見ていきたいと思います。エバードームですね、ラウンドセールが終了いたしました。今週の分のですね、売られているラウンドが、もうすでにね、なくなったと思います。こんな感じで、ほら、見てください。なりません。すべてのラウンドが、売却されましたということで、まあ、8週連続で行われて1週目の、ね、ラウンドセールが終えました。そして2回目のラウンドセールは日本時間午後7時の6月6日に開催されるということでございます。そしてこちらクリックしたらね、次のラウンドセールで購入できるラウンドが、ね、目処がつけます。こんな感じであるんですね。へえ。まあ個人的にもね、狙ってるラウンドありますので、例えばですね、こことか3つ連続なんで、これ高くなりそうですね。ケンセットのランドがですね、なんとこちら150万ドームですね。150万ドームで32,000ドル、高いのが300万ドームいってたんですよね。こちら、あ、こちらですね、230万ドームでこちら落札されてるんで、多分ね、テンセットの隣のランドが一番ね、高値で売却されているっていうイメージでございます。まあ、こんな感じでね、次のラウンドセールね、どこで、ね、購入するかね、戦略立てれると思いますのでね、皆さん戦略立てていきましょう。ですがね、どうもね、ラウンドセールが始まっているのに関わらずね、とても弱い値動きをしています。まあ、これはね、もちろんね、ビットコインが原因でね、このようなね、相場の動きとなっています。ですがね、ビットコインがね、一旦反発すれば、ドームもね、釣られて反発していくと思います。そしてラウンドセールね、こちら、パートナーが70以上ね、まだ発表されていない状況なんで、大手パートナーがね、発表されたらね、まあ、相場はね、かなり動くと思いますので、もちろんね、この 0.02186、まあ、このね、値段ね、長い目で見ますと、とてもね、安い値段だと思うんですけど、現在、ビットコインの相場の地合いが悪いので、個人的には、ドームですね、大きく買っていくことはね、強く推奨できない状況となっています。まあ、とりあえずね、このサポートね、割りそうなんですけど、これ割ってしまったら 0.02188、まあ、0.0194 とかね、もう 0.16 とかなると思います。もしビットコインがね、2万ドル台まで下がるんだったら、個人的にはね、0.01以下、0.01 か、全然ありえます。なんならもう、全然、なんなら、
まあ、買い時になるんですけど、逆に、まあ、全然ありえると思ってますよね。なんなら 0.004 これも全然ありえてくるんで、さすがにないかもしれないですけど、プレセルの人たちってありえるので気をつけてください。もう本当にね、まあ、相場テクニカル的に見ますともう下がる勢いしかないんで、ヒゲ何個も作って上がったとしてもこの 0.03 もね割ることもできてないので、個人的にはね一旦次に 0.0196 がね見られてくるかなって思ってます。もしねこれ逆にねこの 0.02 を抜けてくれたらね、次に 0.0257 0.028 そしてまあこの 0.03 に抜けてくれたらね、次一旦ね 0.034 とかね 0.037 が見えてくるかなと思います。ちなみになんですけど、なんとねコインチェックが BAYC メタバースアザーサイドの仮想土地を完売へということでですね、コインチェックが人気 NFT コレクションの BAYC のメタバースプロジェクトの NFT を取得して、これをね、コインチェック NFT で販売する予定だと話します。まあ、すでにねザ・サンドボックスの土地も持ってて、まあ、オアシス東京っていうね仮想通貨ね、メタバース都市、近未来的なメタバース土地もね作るって話してましたんで、エバードームのねものエバードームの土地購入してるんですかね。エバードームの土地購入してなさそうですけど、エバードームの土地まあ多分後悔しそうですね、将来購入しなかったら。まあおそらく自然に絶対コインチェックね、エバードーム参入せざるを得ないと思うので、エバードームね個人的にはそうですけど、何年後かにエバードームねコインチェックにね上場すると思います。そのランドがね、コインの上場は日本ねめっちゃ厳しいんで、めっちゃ難しいんですね上場するの。最後になんですけど、こちらザナっていうメタバースプロジェクトがそろそろねローンチされるということとなっております。こちらダオメーカーで、まあ、プレセの枠をね手に入れることができます。そしてこれ誰でもね手に入れることができます。ダオメーカーでこちらねダオのトークンを持ってますと、まあ、よりねそのザナのメタバースのコインをねゲットしやすくなるのですが、こちらですね、説明欄の一番上の方に URL 貼っとくんですけど、私の URL を使えばお互いですね当選する確率がね高くなります。そしてこちらね DAO メーカーのコインとか必要なく、自分のねウォレットにねメタマスクのウォレットにどの通貨でもいいです、どの通貨でもいいんですけど2500ドル以上を保有することが参加の条件となります。そして、まあ、おそらく自分が保有している金額に応じて当選率高くなっていくかなって思っています。まあ、こちらの URL 飛ぶと思うんで、こちらね、パーティシペイ、これ参加、なんか URL、これ反応しないんですけど、自分のブラウザ。他のブラウザだと反応するんで、まあ、こちら参加をしていただいて、メタマスクつなげて、アカウントですね、まあ、作成していただけますと、まあ、当選率ね、何パーセントってあるんで、まあ、こちらの URL 使ったらね、一気に 40% 確率高くなるんですかね、だったと思うんで、まあ、皆さんね、ザランね、こちらね、面白そうなメタバースプロジェクトで結構マーケティングうまくいってるんでね、まあ、初動でね、曲がると思うんで、皆さんぜひ興味があれば参加してみてはいかがでしょうか。まあ、てな感じでね、今回終わりたいと思います。皆さんね、ぜひ私の Twitter フォローお願いいたします。仮想通貨についてね、毎日有力の情報を発信しております。ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメント、そして説明欄にあるね、豪華ボーナスね、全部見ていってください。ディスコードグループね、無料のね、バイビットグループ、短期トレードユーグループがありますので、ね、興味があればぜひ参加していってください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。